柑橘類は、みかんかみかん赤みかん連のみかん族など数族の総称である。漢石由来の言葉ではなく、日本での造語でみかんや立花に代表される。柑橘類とされることがある族は以下の通り。なお関連する族分類は諸説あるが、ここではウォルター・テニソン・スウィングルや田中長三郎による族を使う。競技にはみかん族、金カン族、キンカン族 カラタチ族の3族からなる。近縁な中で農業的に栽培されるのはこれら3族であり、この定義は農業分野に多い。講義にはそれらにクリメニア族を加えた四族、すなわち田中による分類での柑橘連に等しい。この定義は分類に基づいており、植物学分野に多い。稀にさらに講義の定義としてエレモシトラス族。 ミクロシトラス属を含めた六属、すなわち、ウォルター・テニソン・スウィングルによる分類での新生柑橘類とすることがある。逆に最も競技には、ミカン属のみとする。この用法は、シトラスを柑橘類と訳した翻訳文献でしばしば見られる。また、統計上という正し書きで、ミカン属とする資料もある。ただし実際には、日本の農業統計では、金管は、 柑橘類に含まれている。柑橘類という言葉は日常生活及び産業上において引用される費用語であり、英訳する際には通常シトラスと訳される。この言葉は属の学名シトラスが日用語に取り入れられたもので、現在ではシトラスよりも広い範囲の樹木や果実を指すようになっている。しかし、シトラスと明確に区別するため、植物分類ではしばしば、 シトラスフルーツという表現が使われ、柑橘類と大役される。これは厳密には柑橘類よりやや広く、ウォルター・テニソン・スウィングルによる分類でのミカンやレンの13、属の総称である。学名シトラスは和名ミカン属にあたり、日用語シトラス、柑橘類よりも狭い。ただし、金柑属とカラタチ属をミカン属に含める場合、競技の柑橘類と等しい。 なお、シトラス自体はある。種の樹木を指すローマ時代のラテン語シトラスからである。関東、立花は、完熟した甘みの果実と青い酸味の果実を意味する。は、青いという音符である。柑橘類の果樹柑橘類の柿柑橘類の果実は、食用となる。果実の、爽やかな香りと甘酸っぱい味が特徴。甘い種類は生食、ジュースや生花材料として、 酸味が強い種類は、菓子の他料理の酸味付けとして、世界各地で広く利用される。ゆず、すだち、かぼすのように高い香りとともに強い酸味を持ち、生食よりも料理などに利用することが、一般的なものを抗酸柑橘という。オレンジやレモンのように世界的にポピュラーなものもあれば、地域ごとに特色のある柑橘類も存在し、利用方法も様々である。 果実は10個前後の小袋が放射状に並んだ形状をしており、小袋を腸の、小袋の薄皮を腸のうまく、小袋の中身を砂状と呼ぶ。腸のうまくは食べることができるが、種類によって厚さが異なり、また食習慣、好みによって取り除かれることがある。砂状は涙型の長さ数ミリメートル程度の粒で、腸のうまくの中に無数に詰まっている。 砂状の表面は薄い膜があり、その中は果汁で満たされている。上のう膜の中には硬く、食用にならない種子もあるが、温州みかんのように種子がない場合もある。下皮の表面には直径1ミリメートル程度の球形の油頬が無数に存在し、リモネンをはじめとする精油が含まれている。一般に油頬には果肉よりも豊富な香り成分が含まれるが、 苦味がある。火碑の内側は白く柔らかい面状、または繊維質をしており、アルベドと呼ばれる。レモンや、柚子のように表面を薄く剥いたりすりおろして菓子や料理の風味付けに使ったり、アルベドも含めて砂糖漬けやマーマレードにしたり、あるいは乾燥させて食用にする場合もある。殻立ちなど、一部を除いて常緑であり、樹高も、低木の範疇に収まるものがほとんどである。 古くから日本の広い地域で栽培、利用されているが、ルーツは熱帯から亜熱帯にあり、耐寒性のない種類も多い。棘を持つもの、歯に芳香成分を含むものが目立ち、蝶類の幼虫の食事として好まれる傾向がある。みかんやレモンは低木なために小さな材しか取れないものの、緻密で弾力に富み、強度と人生に優れ、割れにくい特徴から、 一部の楽器や手で握る道具の柄など利用される。材木として栽培されているわけではないので、一般に流通することは少ない。レモンウッドとして流通する木材とは異なる。柑橘類には、オレンジやレモンのようにビタミン C やクエン酸が多く含まれている。ベータクリプトキサンチンも含まれており、人ではベータクリプトキサンチンはビタミン A に変換されるため、 プロビタミン A とみなされている。他のカロテノイドと同様に、ベータクリプトキサンチンは、抗酸化物質として、フリーラジカルによる酸化的損傷から細胞及び DNA を保護していると考えられている。柑橘類は、デザイナーフーズ計画で、がん予防に有効性のあると考えられる40種類ほどの野菜、果実類に含められている。一方、チラミンも含まれており、 その血管収縮作用の消失から拡張へ向かう際に片頭痛を引き起こす可能性がある。かつて柑橘類はデザイナーフーズ計画のピラミッドで2群に属しており、2群の中でも5位中3位に属するがん予防効果のある食材であると位置づけられていた。スイングルリースの分類を示す。なお、あくまで分類の図紙であり、必ずしも系統を反映していない。 未関連には、未関族、金関族、カラタチ族など、約28族が含まれる。商業的に重要な種類は、ほとんど未ン族に含まれる。競技の柑橘類に含められる、金ン,ン族とカラタチ族は、未ン族に含める説があり、ペンジャーエトールの分子系統もそれを支持する。ただし、ーエトールの分子系統は、カラタチ族は新生柑橘類の中で最初に、 分岐したとする。さらに最も抗議には、エレモシトラス族、ミクロシトラス族までも、ミカン族に含める説がある。しかし、この二族は互いに禁煙なものの、ミカン族からは、比較的遠い。オレンジの果実レモンの果実日本語版ウィキペディアに記事がある種類の一覧は、記事末尾を参照。柑橘類の種分類は学説により、種数に大きな差がある。ここで、 二つの種名を、で併記した場合は、一つ目が、多くの種を認める田中による、種名。二つ目が、少数の種しか認めない、スイングルによる種名である。田中調査部郎のものに基づく句に分けて示す。ペンジャーへ通る、の分子系統による。彼らによると、未完族は三つのクラスターに分かれる。カラ立ち族、金冠族は、未完族の中で、 各クラスタと同等の枝をそれぞれなす。クリメニア族、エレモシトラス族、ミクロシトラス族は、それら3族からは少し離れている。田中による区のいくつかは、複数のクラスタにまたがる。また、スウィングルは、ミカン族オニア族シトラスとパペダに分けたが、この分類も、系統から指示されない。ありがとうございます。